ご視聴ありがとうございます。リラケアの花澤です。今日はこのワンバイワンソーラーチャージャーをご紹介します。ご説明していきますね。これがですね、またワンバイワンさんからご提供いただきまして、こういう風に開くとこうソーラーなんですね。こういう形で、今ちょっと外に出てきました。ソーラーパネルは太陽光がないと意味がないので、太陽、今曇りなんですけれども、一応ここが今光ってますね。太陽光を感知すると中くランプがつくんですね。このソーラーパネルはなるべく太陽光に対して直角になるように、当てることがポイントだそうです。この立てかけてタブレットにつないでみます。一応こういう形で充電マークが、充電マークがつきましたね。この接続した状態になってるので、でも曇りなのであまり、充電効率は良くないです。やはり晴天の日じゃないとあんまり、チャージはされません。そういうわけで、こちらUSB の口は2つあるので2台まで、接続ができます。でも付属してるのは1本なので、2台同時にやる場合はもう1本はご自身のでご用意いただくっていう形ですね。で、説明書には最初外国語で、書いてあるんですけど、最後に日本語で説明がありますので、これで読んでいただいて、ここに書いてあるので読んでいくと、直接携帯電話とタブレット充電可能、ソフトウェアの機能に内蔵スマートチップでは独自の自動起動がある、注意、曇りの時太陽エネルギーが自動的に停止する、晴れる時ソフトウェアによって太陽エネルギーが自動的に再開する、正確な IC プロテクターの保護があるため安全に過充電、過電圧やショートなどを避けることができる、太陽電池は受光面に受ける日射量に応じて発電量が変化しますので、太陽電池面に対してできる限り直角に太陽光が当たるように設置することが理想ですと。この向きが直角に太陽光が当たるようにっていうことで、USB ポートにデバイスを接続すると、太陽光の強度によって電池充電にかかる時間が異なりますと。天気が曇りや雨など、また太陽光が強くない場合は電池充電することができません。充電する際に必ず携帯電話タブレットのオリジナルケーブルで充電してください。携帯電話やタブレットなどに合わないケーブルで充電した場合、充電時間に大きな影響を与えます。ということで、なるべく本来付属の充電ケーブルを使うことがいいですよっていうことです。はい、ちょっとこちら、正直私あんまり外で充電することないので、あんまり使ってないんですけれども、災害時ですとかね、外出が多い人とかで、晴れている時に充電するっていうことであれば、本当にどこでもできるということで、電池が使えない場所、時というところではすごく便利になると思います。こちらは Amazon で販売しています。おかげさまでリラクエのチャンネル総再生数が800万回を突破いたしました。どうもありがとうございます。 Thank you very much。 これからもたくさんの方に、楽しく見ていただける動画作りをしたいと思っております。お付き合いよろしくお願いいたします。今日の動画はどうでしたか？皆さんのコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。